はいどうも、 GF チャンネルのいっちです。本日は長野県の白馬村に来ております。白馬国際トレイルランの試走をね、ちょっとやってみたいと思います。早速何人か走っていってますね。いきなり急登が始まります。試走の様子をね、どうぞご覧ください。本日ね、一緒に行く仲間を紹介したいと思います。ゆかでーす。りんでーす。二人合わせてゆかりんでーすっていうね、まあ愉快なちょっと仲間たちと今日はのんびり行きたいと思います。スタートしました。行きます。いや、頑張っていきます。イエイイエイあ、ジャンプ台が、ジャンプ台が見えております。白馬の街並みをね、見ながらゼーハー言ってますけど、頑張りましょう。白馬トレイルのね、この思想を、やった人の上位50番以内に入れば、本戦にね、出場できると言われております。で、昨日まででだいたい男性で2時間を切ればね、50以内に入れるということです。で、女性は、結構余裕があって、まだね、試走してる人が全体で50人いないんで、まあ、女性は漏れなく完走すれば、トップ50に入れるというような状況らしいですよ。頑張って今日がね、9月の20日なので連休のね、ど真ん中です。なのでこの試走をね、やる人たちも結構いるようですよ。なかなかずっと登りだね。大変だ。よしよしよし。まだ元気。まだ元気。よし、頑張っていこう。1.2 ぐらい。1.2。オッケー。今日何キロだっけ？12？12キロ。お、10分の1終わったよ。さあ頑張ろう。森の中はね、こんな感じで、ずっとシングルトラックに。なってますね。ただ気持ちいいですね。風もちょうど走りやすい。走れるコースだけじゃなくてね、こうやって結構な急登もあって、ちょっとじゃあ移動しましょう。移動、ここに。いいコース、森林浴だ。青空が見えてきたよ。あ、キノコですよ。キノコ。あの言葉欲しいな。山最高です。欲しいな。いやー、最高すごい、めっちゃ速い。後半にかなり斜度のきついところがやってきました。イエイエイ。はい、一番初めのね、分岐まで戻ってきました。なかなか楽しそう、楽しそうだね。
感動のゴーイエーイエーイエーイ。本日は白馬国際トレイルランのコースをね、試走してきました。すごく走りごたえのあるコースになっております。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたねー。